ブログに載せてないニュース。斉藤さんは前回の載せてないニュースで言っていたニュースの続報があるそうです。斉藤飛鳥さんに聞いてみましょう。はい、前回乃木のの収録の日に靴を3足買ってきますって言ったんですが、靴を買ってきました。2足も買いました。お店がね、ひなちゃんとかセーラリン、長島セーラちゃんのおすすめのお店で、で2足しか買えなかったんですけど、超可愛いんですよ。1個が白くて、なんかヒールが分厚い、なんか厚底のやつで、なんか可愛くて。以上、まだブログに載せてないニュースでした。